こんにちは、ポップです。FX チャンネル。12月23日金曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りドル円相場から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円、そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベイドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 昨日から今日にかけての為替相場は全体的に小動きですね。火曜日に、えー、火曜日の日銀の金融政策決定会合で大きく動きました。えー、その後はですね、まあ昨日に限らず、えー、大きな動きはなくですね。ドル円とユーロ円の方はじりじりと上方向。そしてポンド円はじりじりと下方向。ゴードル円の方は昨日までは戻りが強かったんですが、 え、後半から下げまして、え、こちらも方向感に欠ける展開。レンジブレイクせずというような状況でございます。そして、ドルストレートに関しましても、ポンドドル以外はですね、え、こちらがレンジ相場継続。ポンドドルはどうしても上値が重いという展開の中、え、今日はね、メインイベントであります、え、個人消費支出、デフレーターの発表が22時30分にございます。え、こちらをご覧ください。 今日の指標でございますが、11月分ですね、個人消費支出、デフレーターでございますが、これがですね、今 FRB が物価を判断する際に、大きく動きます CPI、消費者物価指数よりも重視していると、ね、言われております指標でございますので、今週といいますか、今年最後のビッグイベントということで、22時30分。 えここはドル絡みの通過ペア。まあ、すなわちですね、えー、クロスエンもドルストレートも大きな動きが想定されるという状況でございますので、まあ、ここをまたいだトレードというのはね、十分に注意いただきつつ、まあ、それまではね、あまり大きな動きがないかなと、ポジション、えー、調整があるぐらいかなと思いますので、まあ、それを含めてですね、えー、解説を進めていきます。そして、えー、クロスエンはね、今日も昨日と同じように15分足を、ね、見てね、解説を進めていきますので、よろしくお願いいたします。 それでは早速ではございますが、ドル円の方から進めていきましょう。1時間足から15分足に切り替えていきます。このような形でね、15分足切り替えていただきますと、昨日はですね、一旦大きく朝方下がったところから、じりじりとですね、上方向移動平均線の上側に平均足を顔を出し、まあ、指標のところでね、一時132円50銭を超える部分がありましたが、ただその後はですね、強気の三角持ち合いから、 まあ上方向にね、東京時間、フェイクが入りながらもブレイクするというところがありましたが、まあ今日のイベントを控えてかあまりトレンドが出ない。そして132円50銭のレジスタンスライン付近まで再度押し戻されているという状況が続いております。このね、132円50銭、まあ昨日から今日にかけてもそうですし、その前もですね、強気の三角持ち合い出ていたんですが、いずれもですね、下方向にこちらは落ちている。 そして、せっかく超えたんですが、トレンドが出ないということで、まあ、引き続きですね、この132円50銭。まあ、ここの部分を、サポートレジスタンスを意識したトレードをね、していただく。まあ、しかしながら、22時30分には、えー、経済指標がございますので、えー、まあ、20ピプスから30ピプスで狙うぐらいの気持ちでよろしいかと考えております。よって、えー、この132円50銭。えー、このあたりで、平均足、15分足ベースの平均足が陰線から要線に切り替わった場合、えー、ここはロングを狙いつつですね、 20ピップスから30ピップスを利角する。もしくは22時30分までには、こちらはね、しっかりとポジションを整理する。そして、この132円50銭、割り込んだところでは一旦様子見をして、その下側で要線から陰線に切り替わることがあればですね、ここはショートを狙っていけるからと。すなわち、132円50銭の上側での陰線要線サポートが入ったらロングを狙いつつ、下方向に割り込んで、その下側で要線から陰線に。 転換した場合はショートを狙う。このような形で132円50銭の上側ではロング狙いと下側ではショート狙い。こういったところでね、しっかりとサポレージを見極めてトレードに勤しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ドル円相場の解説を終わりまして、続きまして、ユーロ円の解説に入っていきましょう、はい。ユーロ円の方も15分足に切り替えていきます。こちらの方もですね、140.50。 こちらの方でね、なかなか上値が抜けないという状況がございました。まあ、一昨とはね、こちらは強力な逆 V 字、そして昨日はね上ヒゲで超える部分がありましたが、今日の東京時間にですね明確に抜けまして、まあ、高値でステイしているという状況。まあ、しかしながらですね、こちらの方も22時30分のデフレーターでは大きな動きがあるからと。まあ、それまでの限定の、ね、お話でございますが、こちらは140.50を1つの目安として考えていただければと思います。 140.50、この上側での陰線要線は、まだ強気目線で見てもよろしいかと思いますので、まあそういったとこでは、しっかりと陰線要線が15分足ベースで現れたところ、まあこちらはロングを狙いつつ、140.50、これ割り込んでしまいますとね、過去のレジスタンス、サポートラインを否定するという形になりますので、まあ一旦見送りつつ、その下側、140.50の下側での要線、陰線であれば、えー、こちらはショートを狙っていく。 しかしながら、経済指標ですね。デフレーターの方が22時30分にありますので、そこまでにはポジション整理。そして、狙うところはね、20ピップスから30ピップスぐらいでよろしいかと思いますので、こちらも合わせて参考にしてください。はい。以上でユーロ円の解説を終わりまして、続きまして、ポンド円の解説に入っていきましょう、はい。ポンド円の方もね、こちらも15分足に切り替えさせていただきました。 相変わらずと言ってはなんですが、160円のレジスタンスが効いておりまして、えー、昨日もこちらは上髭で、えー、否定されている。その前はですね、えー、大きく突き抜けるも、上側でサポートを受けずですね、逆 V 字ということで戻される。えー、今日もですね、順調に、えー、戻していたんですが、160円の手前でですね、まあ、15分足ベースではございますが、えー、ダブルトップ気味に否定されているということで、どうしても160円超えることができないという状況。 そして、えー、このね、ダブルトップが出ておりますので、今まさに、えー、こちらのダブルトップのネックラインの下側での要線陰線ですね。まあ、こちらが出ておりますので、まあ、ショート狙いのタイミングかなという状況でございます。引き続きですね、えー、このダブルトップのネックライン、まあ、位置的にはね159.70付近でございますが、えー、この辺りね、えー、超えることなく陰線が続くようであれば、しっかりとショートを狙いつつ、まあ、ストップロスはですね、 この160円の少し手前、ダブルトップの上側に置いてもよろしいかなという状況。そして、損切り幅に対しまして、利格がこちらね、下方向、ショートでございますので、下方向ですね。これが損切りに対して1.5倍から2倍ですね。そういったところで、利格のピプス数を決めれればと考えておりますので、しっかりとね、こういったリスクリワードを意識したトレード。 そして、こちらね、ネックラインを上回ってしまった時には、一回ショートは控えてポジションは取らない。少し優位性がなくなってくるという状況でございますので。こちらはダブルトップのネックラインですね。159.70。ちょうどね、今、ちょっと反発もしてきているところでございますが、ここを意識したトレード。ショートを狙うだけでよろしいかなと思いますので、ちょっとネックラインを上回った場合には、ショートは控える。このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしてください。 はい。以上で、ポンド円の解説を終わりまして、続きまして、5ドル円の解説に入っていきましょう、はいえー。5ドル円に関しましては、昨日のね、動画解説のタイミングまでは、まあ、非常に強い動きでございました、えー。こちらのところですね、ご覧いただきますと、上昇トレンドが継続中で、89円を超えていたという状況でございますが、ただ、その後ですね、えー、こちらの100、えー、すいません、89円ですね。 89円の上側で、まあ、三尊みたいな形でですね、ちょっとこのような形で、ヘッドショルダーですね、まあ、否定されてしまったというところ。で、えー、こちらのネックラインが、ちょうど89円の下側。まあ、ポイントとしましてはね、えー、この下側での要戦、二線ちょうどライブでもお話をした形でございますが、まあ、ここの部分でね、ショートが取れていればという状況でございますが、まあ、この下落からもですね、トレンドが明確に出ずに、また再度元の位置に戻ってきているという状況でございまして、 こちらのところ、少し難しい動きからという状況でございます。まあ、そうなればですね、えー、引き続きですね、この89円、ここの部分のレジスタンス。そして、えー、今日サポートが入ったところが88.50でございますので、約50ピプスのレンジを想定していただければと考えております。上方向に行った場合は、89円の手前ですね。このあたりで陽線、陰線が出たところではショートを取る。そして陽線が続いた場合は、ポジションは取らないというところ。 下方向に行った場合は88.50ですね。今日のサポートラインございますので、こちらの部分でしっかりと陰線要線が出ればロングを取る。 このような考え方でよろしいかと思いますが、ただね、値幅の方は20ピプスぐらいしか取れないと思いますし、あと22時30分のこちらの経済指標のリミットがございますので、まあ、こういったね、短い、小さいね、ピプス数であれば狙わなくて様子見でもよろしいかと思いますが、まあ一つのね、参考部分としましては、88.50のサポートライン付近、そして89円ちょっと下側の過去のね、ネックラインがございますが、こういったところがレジスタンスラインとなり得ますので、 まあそういったところでレンジ相場やりたい方のみですね、やっていただきながら、私の方はですね、トレンドが出ていない時にはトレードはしないという状況でございますので、こちらもね、一つの戦略として参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、えー、でね、クロスエンの4ペア4通貨の解説を終わりまして、続きまして、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。ドルストレートの方はえ1時間足の解説にさせていただきます。ユーロドルから見ていきましょう。 ユーロドルに関しましては、えー、最終的にはね、今週はレンジ相場継続ということで、下は1.0600ですね。ここの部分のサポートラインと、上は1.0650。 ここのレジスタンスライン。え、ちょっとね、申し訳ないなというところでございますが、この1.06割り込んでからの要線陰線があったんですけど、ちょっとね、ここの部分否定されて、また元のレンジに戻ってきてしまったという状況で、まあこれからですね、ドル絡みのドルストレートでございますので、22時30分のデフレーターに向けてですね、まあこのレンジ相場継続かなという状況でございます。こちらも積極的にトレードをする必要はございませんが、50ピプスのレンジ相場。 まあ、レンジ相場を想定するということであれば、1.0650、えー、この付近での要線陰線。そして、1.06のサポートライン付近での陰線、要線ですね。まあ、ここの部分で、えー、逆張りで、ショートとロングを狙ってもよろしいかと考えておりますが、まあ、しかしながら50ピプスのレンジでございますんでね、えー、ここは、勝負は避けていただいて、様子見がよろしいんじゃないか。 まあ、えー、細かいね、ピプス数を狙うという方は、ぜひね、この1.06と1.0650を、えー、逆張りというところをね、活かしていただいてもよろしいかと思いますが、まあ、トレンドを狙う方はですね、えー、無理に50ピプスのレンジでは勝負しなくてもよろしいかと考えておりますので、ディフレーターを待ってからの、えー、ポイントをね、えー、絞ってという形でよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でユーロドルの解説を終わりまして、続きまして、ポンドドルの解説に入っていきましょう。 えー、ポンドドルにつきましては、とうとう1.21をね、明確に割り込んでしまいました、えー。今週の前半部分、サポートが入っておりまして、昨日はですね、割り込んでから、超えてからまた割り込むということでね、えー、この1.21、えー、ちょっとね、重さがまた際立ってきたというところでございまして、まあ、昨日大きく下げた割にはですね、戻りが弱いということで、やはり、えー、このね、戻りが弱ければ上から叩くというところを意識する、まあ。具体的にはね、ショート狙いということでよろしいかと思います。 よってですね、この1.21上回るまではショート狙いですね。しっかりと要線から陰線に、これは15分足を見てもよろしいかと思いますが、切り替わったところ、しっかりとショートを狙いつつ、1.21の上側ではストップロスをかけておく。ただね、残り時間考えますと、デフレーターのところで大きく動きますので、そこまで大きな動きはないと思います。 まあ基本的には1.21ですね。えー、この下側であればショート狙いということでございますが、えー、そんなに大きな動きがなければ、一回様子見をしてデフレーターを見るという状況がよろしいかと思いますので、まあ、いずれにしましても、週末というところと22時30分の重要指標、まあ、そういったところから行きますと、無理に勝負する試合ではないかなと思いますので、えー、一応1.21の下側ではショート狙いなるものの、えー、積極的なトレードはしなくてもよろしいかと思いますので、参考にしてください。 はい、以上でポンドドルの解説を終わりまして最後に5ドルベイドルの解説で締めていきましょう5、はいえー、ドルベイドルに関しましては結局はレンジ相場継続という状況でございましたねえ昨日はこの0.6750をちょうど抜けたところで、えー、夕方の、ね、動画、えー、今のような解説をしていたところでございますがこの上側で陰線陽線のサポートが入ればロングというところでしたが まあそのまま割り込んでしまいまして、過去のレンジに戻りますと、その前のレンジですね、この0.6650、ここのサポートラインまで落ちてきてしまったという状況でございます。今、このね、レンジの半値戻しというところでございますが、これからデフレーターが22時30分にあることを考えますと、このレンジを抜けるのは難しいからと。下は0.6650、上は0.6750でございますので、100ピプスのレンジでございますが、ここの今中心にあるということであれば、やりたい方はですね、 0.6750付近での陽線陰線でショートを狙いつつ、0.6650の上側で、その付近で陰、えー、線陽線のサポートが入ったらロングを狙う。まあ、こういった戦略のみですね、えー、使ってもよろしいかなと思いますが、まあ、しかしながら何度もお話してますが、まあ、これからですね、大きな動きがあるとはなかなか考えにくい。それは22時30分のデフレーターで大きく動くから。まあ、そういったところを考えますとね、まあ、様子見をしつつ、えー 大きなね、動きがあって、えー、レジスタンスとサポートがあったところのみ、狙い球を絞ってですね、えー、トレードをして22時30分までには決済する。そのようなね、えーまあ、ね狙い球を絞るようなテロ、えー、トレードは積極的に行わない形で考えていた方がよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしてください。はいえー、以上でね、今回の、えー、先進国通貨7ペア7通貨の解説を以上といたします。 総、ま、じ、あ、てですね、えー、今日の経済指標前には大きな動きがね、えー、なかなか難しいかなと思いますので、まあ、積極的なトレードは控えつつですね、まあ、今週、えー、見送っていただきますと、もうクリスマス休暇というところでございますので、まあ、積極的なトレードは、えー、控えておいた方がよろしいかと思います。そして、えー、今日のライブでございますが、ちょっとね、えー、主婦業がまだまだありますので、き、まあ、今日は鍋にする予定でございますが、えー、ちょっと夜ご飯を作るのと、あと片付けもあるということで、ライブの方はお休みをさせていただきます。 ということでね、1週間なかなかライブができませんでしたが、皆さんお疲れ様でございました。そして土曜日、日曜日にはね、また動画の方をアップしていきますので、そちらの動画でお会いしましょう。1週間ありがとうございました。皆さん良い週末をお過ごしください。ポップがお送りしました。バイバイ。